佐藤輝明バッティングフォーム解説。今の方が股関節に乗せてトップの位置が高くなっている。この方が軸足で地面を押せるし、上から強く叩ける。前足がつくときにまだ前肩を開かずに残せている。ここで肩が開くと力が伝わらないし、変化に手が出てしまう。ヘッドがギリギリまで残ることで内側からバットを出せる。今の方が前肩が上がっておらず力が伝わる。今の方が腰が横に水泳せずに捉えられている。大学の時は腰が横に逃げて顎が上がっている。大学の頃はまだ圧倒的なフィジカルで打球を飛ばしている感じだったが、今は下半身から連動して力を伝えられている。